ます。こんにちは、こんばんは。お元気でしょうか。ね、最近食べてなかったけど、久しぶりに食べたら、ん？っていうのがあったりすいません？あの、最近だと、なんだろう。私としたら、あれだな。あの、なんだっけ。辛そうで辛くない。あの、ニンニクの入ったラー油、あれ一時期流行りましたよね。桃屋かなんかが売り出してから流行って、一人一個しか買えないとかさ。あれもともと沖縄とかそういうところからもともとあって、で芸能人とかそういう人が、あの、今流行りですよ、今流行りとかこういうのがありますよとか、でそれに乗っかってテレビとかが、今流行りのね、辛そうで辛くない醤油やね、ラー油ですよみたいな感じで煽ったから、あ、そうなんだっつってね、あの、買いだめをする人が増えてきたんで、うん、確かにそう、うん。今はね、あんまり買わなくなったなぁと思うけど、まあ、買えたら買うっていう感じかな。で、その当時流行った時に、もう、まあ、買いだめをしてたりとかしてて、で、まあ、ちょっと落ち着いて、で、それもね、1年とか2年ぐらい経った後に、あ、そういえばなんか食べたくなったと思って、まあ、Amazon さんとかそういうところで買って、あ、違うな。コンビニかなんかで会って、買って食べたら、あれって言うのがあって、あ、こんな感じだったっけみたいな。うん。あの夢中に食べた時は何だったんだっていうくらい、うまいうまいっつって、ね、食べてたの何だったんだっていうくらいさ、あれっていうのがあって、うん。多分他のものでもそうだと思うんだよね。煽るよね、流行りってね。タピオカミルクティーとかもさ、すげえ流行ってたけど、なんかね、もう本当に中国とかもさ、なんだっけな、食べ物じゃないものをタピオカだっつって混ぜてやってて、で、小さい子、小学校1年生ぐらいの子は飲みすぎてっていうか、あの、そのタピオカを食べてたら、あの、なんだっけな、手術して、胃に溜まっていくから、その、どんどんね、溜まっていくから、お腹が膨れて、なんだっていうこと、消化されない状態だったらしくて、どういうことだっつって、病院行って、手術したらそのまんまになってて、固まってて、大きくなってて。で、成分を見てたら、それがタイヤとかそういう、なんか、食べられないもの、人気があるから、それで使っちゃえ、みたいな感じで。タイヤだったっけな、なんかそういう感じのものを、代用品で作ってたんだよね。それが中国だったのかわかんないけど、忘れたけど。今はもうその入る前の中心になってて、まあ本当に欲しい人は、欲しい人っていうか、まあその流行る前からね、それを好きだった人は、やっと食べられるって感じだったんじゃないかなと思う。うん。多分ね。まあ、そういう感じかな。はい、以上です。